はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーをやっていきたいと思います。今回は最下位のダイハード富士見戦ですか。これは手を抜いてでも勝たないといけないですね。手を抜いてでも勝つってなんだろう。まあいいや、経営状況です。今2人、4000万ですか。今ですね、怪我が結構多いんですよね。そこで結構、ちょっと特殊な、あれをやってみましょうか。キャプツバで343ってやってたな。343行ってみるか。ただ343行くと、あれなんだよな。守りはしっかりしないといけないから、こんな感じかな。キーパーは疲労かということで、そんなに強くないな。さあ、まあ相手のホームでありますが負けられないとこです。果たして、3トップこれがどう影響するか。1トップでもいいような気はするんですけどね。さあ、くるみー入ったー。いきなり先取点。絶好のスタートを切りました。こぼれたところ、まどかが、縦に上げて、くるみが見事に決めました。さすがです。ちょっとこれはノー表示する。キャプツはすごかったですよね。昨日も見たんですが、くるみー2点目くるみのヘディングシュート、スーパープレイ。ひろたが上げて、それに頭で合わせたくるみー。早くもくるみ2点目、ハットトリックが見えてきました。いやー、日向小次郎、えげつないなー、ほんと。めちゃくちゃラフプレー、膝蹴りやってたからなー、何。お、3点目だ。腹に、翼くんの。おまけにボールを飛んで、この、ボールで森崎、キーパー森崎くんの顔面にあって、森崎くん一時ボールは怖くなって、でもすぐに、翼くん、ボールが友達なんだで復活してしまうとこがもうすごい、大見だなって思った。さあ、くるみ？ファールだ。コーナーポストに、なんか、ヒューガくんのシュートで、翼くんがコーナーポストに助けられたい。でも、こんな小学生編って、美咲くんって存在感ないんだって思った。なんか、一番の友達だなっていう印象あったから。
そうそうそう、姉ごと弥生ちゃんが、その翼くんが、ヒューガくんの攻撃あった際に、ハモって、翼くんっていうとこも良かったですね。まあ、普通ありえないんですけど、この辺が、少年ドラマ、少年誌のドラマなのかなっていうか、なかなかない演出ですよね。あ、これ出るわ、お、苦し紛れ出しましたね、西川。さあ、最後のチャンスです、前半。入れろ！とはならないか。言うなー！外れたが、窓か、まあ、チャンスある！入ったよー、すごい。諦めせん、容赦ない。窓か？くるみかな？最後、ヘッドで入れたのは。くるみの容赦ない攻撃が決まりました。まだ交代しない。いいですね。スリートップ合いますね。多分、くるみ以外にもやっぱり注意がいっちゃうんで、くるみがノーマークなりやすいんでしょうね。くるみが活かしやすいというか。ちょっとこれは無理があった。あーっと、やっちゃった。ミオです。ミオがイエローカード。さっきおいけ？うわー、ゆっくりやれた？あー、入れられた。そうですね。まあ、3点差あります。しかし、うまかったですね。最後、花巻。さあ、ユーナがちょっと疲れてます。緑を、投入しましょう。マドカとミオを入れ替える。さあ、緑が。緑はまだ副長途上なんで、決めてほしいですよね。さあ、センタリングから緑決まった！ 5 点目。ナイスボレーシュートです。いや、ここまで噛み合うとは。いくら最下位のチーム相手とはいえ、非常に気持ちがいいですね、この試合。そろそろ、おっと、ミオがちょっと疲れてる。7個入れましょう。そして、三木本と交代。バックスからは、藤原を投入しましょう。これで交代枠を使い切りました。ですね。はい。で、くるみと緑を入れ替えますと。さあ、ミオ。これはノーホイッスルだ。そして、斜めから、左右から、まどかだ。まどか早い。まどか自分でシュートを打とうとする。もう一回。しかし、これは、決まりませんでした。さあ、まとめて選手交代。こちら、交代枠使い切ってます。おっと、ロングだと、うまくマークは効きましたね。お、ファールだ？まただ。おっと、相手チームか、山内。さあ、くるみ渡ってシュート！ 5 点目かな、これ。猛攻が止まりません。さあ、ちょっと気をつけないといけないよ。広岡、キャッチングしました。さあ、緑が拾いますが、その緑。ああ、いうとこに
出してしまった。ちょっとやばい。あ、2手目取られた。ちょっと緑の油断からですよね。菊池原。そこ寺尾が、うん、ダイナゴルアラ持ってんのか。全員ダイナゴルアラを、習得しないといけないですね。くるみすごい。やりたい放題ですね。もう7点目です。もう一人のチームになってますよ。さあ、立ったまま、さよ、ゾーンディフェンスかな？ナーコ、藤原で、それを、羽生田、緑、逆サイドで、三木本がいた。さあ、センタリング、どっちだ？ちょっと連携がうまく、意思を疎通がうまくいかない？さあ、これで試合終了でしょう。対象です。2点取られたのはあれですけどね。さあ、もう猛攻が止まりません。チャンスだったんですが高かった。そして前半終了間際、これ外れるんですが、それをくるみが頭で上手いですね。窓かと裏連携ですね。ここ1点取られてしまいます。そうです、ボディエですね。追撃はしたんですが、決まらなかった。そして、後半29分。そうですね。さて、ダイハード藤見、本当に点が9点取っていきますからね。そして最後の点数です。くるみがね、自分で持っていってんの？すごいな。これキックオフ直後でくるみに当たってからずっとくるみは一人で、何人分の仕事もやっちゃいますね。この通り。くるみが6得点です。さあ、これで3位のままです。
さあ幸子が今度は怪我から復帰。さあ節子獲得できるかな。あー入団。はい、もちろん契約です。さあこれどんどん女子選手増えていきますよ。女子選手いたら一人男子選手をクビして契約しましょう。セシルって女子選手じゃないんだよな。いませんね。次は富山ミラージロー戦。2位ですからね。やっぱり強い、今回と違って強いチーム。まあ、今回のように勢いに乗って大量得点を得てますから、その気持ちのまま富山ミラージロー戦に当たれればと思います。さて、ダイナゴールアランやってみるか。対象となる選手は前段にいる選手ですね。ですので、フォワード前任。あと、ダイナゴルアランは、なんか、相手のその、プレーが見えるというメリットもあるらしいです。あとはサヨかな。クルミはまあいいや。そんなことしなくてもなんかいけそう。ナナコもな覚えさせたいんだけども、ネタが尽きてるんですよね。はい、というわけで、次回富山ミラージロー戦も楽しみにしてください。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数1000人を目指しております。この動画の下、タイトル欄の右にあるチャンネル登録ボタンをまだ登録されていらっしゃらない方は押していただいてご協力お願いします。また、高評価、コメント、SNS など拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、関連動画、動画プレイリスト、最後20秒で、この画面に出てまいります。お時間ありましたら、そちらもクリックしてアクセスしていただければ嬉しいです。プレイリストはあなたのチャンネルにですね、やはりつけることもできますので、よろしければご協力お願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。